式会社サンベールの浜松と申します。会社はですね、ネットワークビジネスの主催企業をしておりまして、扱っている商品は健康食品と化粧品を、扱っておりまして、ケイパックさんにはですね、健康食品の化粧箱で大変お世話になっていると。で、ケイパックさんとの出会いなんですけども、ネットでですね、検索をして、で、ちょっと化粧箱を、その前作ってもらってたところがですね、値上げとかのタイミングだったんですかね、かなんかで、で、ネットで検索してて、で、メールをさせていただいたんですよね。で、そうしたら翌日に、北さんが来ていただいて、で、もういろいろこう対応していただいて、で、その今作ってる化粧箱これですっていうような形で渡したらですね、厚さが違ったんですよ、紙の。紙っていうか化粧箱の。厚さが違くて、で、これちょっと薄いですよって、その見積もりのやつよりも。で、もうそこはもう全面的に化粧箱系は、ケイパックさんに移させていただいたっていうような、いきさつがありました。なんかのタイミングでケイパックさんをネットで検索して、で、メールを送ったら、すぐ北さんが次の日に来てくれたんですよ。対応が、ものすごい良くてというか、すごい親切な感じ、こう対応していただいて、しかも早くて、いろんなこうアドバイスというか、いろんなこう見ながら教えてもらって、多分値段か、値段だと思うんですよね、多分。お金も時間も、その対応とかにかかってしまうんで、それで、ケパックさんに、こういろいろ変えたら、もうものすごい快適になったっていう。販促品とかを、いろいろこうやってくれてる子がいるんですけど、バイトで。で、その子と、もうそれこそもう7時過ぎ、夜ですよね。もうちょっと化粧箱会社を変えたいみたいな話をして、お前ちょっと探せっつって。で、その子が探し当てたんですよ。ネットで。その場ですぐ、その見積もりを取りたいみたいな感じでメールをしてくれて、その日に、明日お伺いしますみたいなメールが返ってきていると思うんですよね。通常であれば業務時間外だと思うんですけど、その場でアポイントを入れてもらって、翌日に北さんが来てくれたみたいな。北さんですかね。ものすごいこう対応が早いんですよね。例えばこう化粧箱を何回か直したりとか、修正したりとか、そういう時も北さんが気づいてもらって、印刷する前に修正できたのが結構あるんですよ。やっぱりなんかものすごい見ていただいてるなっていう、安心感が、一番その北さんの安心感というか、多分普通の担当の方であればそこまでやってくれないかなっていう。ケイパックさんにしてからは一切見積もりとか他社さんに取ったこともありません。ですね、サンプル品を入れる、ちょっとした、こう、これぐらいの、なんか、こう、箱というか、なんでしょう。欲しいなと思った時期があって、結局、ちょっと見積もり取ったら高くて、実現はできなかったんですけど、っていうような話をしたら、北さんが髪切って、こう、カッターで自分で自作して、持ってきてくれたことがあって、ちょっとその時は感動しました。バラのサンプル品が4つ入る、ものを作ってもらってるんですけど、その時もすごかったですね。ちょっと変わった感じで欲しいって言ったんですよ。こうギってこう上がってくる感じ。お、すげえなと思って。経験がある方だと、こういった、アドバイスもいただけるので、一番記憶に残ってるのはこれかもしれないです。あ、そうですね。やっぱり、じゃあ、他の企業さんから、化粧
化粧箱の会社を教えてほしいって言われたら間違いなく紹介するんですけど、やっぱり担当が北さんっていうところですかね。うん、一番はもうなんか絶大な信頼を置いてるので、やっぱりもうその一番最初に見積もりを取って対応していただいた段階からのやっぱ信頼感とか、あとうちスカルプエッセンスっていうのを発売したんですよ。7月6日に北さんに半年ぐらいモニターやってもらったんですよ。毎週本当に月曜日の朝写真撮って送ってくれてて、あと北さんから一回バスソルト屋さん、石鹸とか作ってる会社さん紹介していただいて、でそれ残念ながらちょっといろんな事情で商品化はできなかったんですけど、試作品とか作ってくれたりとかしてもらったんですね。なんでそういうところを紹介してもらったりとか、その B2B でもつなげていただいたところとかもあるので、やっぱなんでしょうね、もう本当担当者に尽きると思います。もう比較するレベルじゃないぐらいいいです比較する気もしないみたいな。このゼリー、最近発売したこうゼリーが好調ですので、この箱が伸びると思いますので。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。